はい、皆さんこんにちは。最長空気の旅はね、終わったんで、まあ列車のね、デッキみたいなところで、ああいうね、ところで人から隠れて邪魔にならないようなところで動画を撮らなければいけないということは、まあそこまで考えなくてもよくなりました。場所はそれなりにあります。ただ、その代わり、明日からもう大学がいよいよ本当に始まるということで、そうなりますので、私ももうあんまり時間が取れないんですね。なるべく省力化した動画というか、まあ旅をした動画でなくても、まあたまにはいいだろうということで、出させていただこうと思います。私の手元には、このような、マルス JR のね、切符の、まあ、発売の機械がマルスというんですけど、まあ、それで、ね、作らせてもらったそんな乗車券の束があります、まあ、これはあれかな、最長往復切符の時に使った高崎発長野行きの、新幹線自由席特急券ですが、こういうものがですね、これだけあるんですね。こんなにあるんですよ。これやばい。顔の横幅より広いですからね。まあ私の顔がちょっと縦長なんで、もしかしたら横幅が通常より狭いかもしれないけど、まあそんなことはとりあえず置いておいてですね、この切符の幅の、まあ倍ぐらいありますからね、そんぐらいある相当な量の切符たちです。あ、そうだ、向こうにね、もっとなんですか、横長のやつもあるんですよね。信頼券とかのこっちの方が貴重。ちょっと待っててもらいます。待っててください。すいません、すぐ取ってきますんで。これ普通カットするところなんですけど、カットなんかもうめんどくさくてしたくないから、ちょっとだけ待っててください。15秒20秒ぐらいで帰ってこられたらと思います。結構早く戻ってきたんじゃないかな。よかったよかった。ですね、まあじゃあとりあえずこれで、あとは切符の紹介をするみたいな感じなんですね。これはなんだ、あれか、2014年に東の発東京都内駅、まあこれジーパンのポケットに入れといたんでこんなくしゃくしゃになってますが、その乗車券ですね。この時ね、だから乗車券の規則の解釈で東の駅の助役さんと確か揉めたんですよね。まあ助役さんと揉めたんじゃなくて、もともとこれのね、これ乗車券を変更したやつなんですけど、大宮駅のその出札の人がなんか、この切符売ってくださいって言ったら拒否されて、それで、あ、じゃあ分かった、購入した後に変更しますよって、この前の JR 四国の最長往復切符のね、発行みたいな感じのことになったんですけど、別にそんな複雑な切符じゃなかったんですけどね。東京発東京から、新青森まで新幹線で行って、そこから曙のルートで上野帰ってくるって、そういうだけの乗車券だったんですけど、いやちょっとそれは発券できませんみたいなこと言われてね、そんな困るよと思ったんですけど、まあ売ってくれないならしょうがないなと思ってね、諦めたということがありました。で、その次は、あ、これは何だろう、上野発鶴岡行きか、あけぼのの寝台券ですね。これは何かって、まああけぼの寝台券か、ね、乗車券、特急券、B 寝台券と3つ並んでるんですね。これだから結構記載事項がたくさんずらずらずらとぎっしり詰まっております。これは池袋で買ったやつかな。なんかね、結構池袋で買った切符がね多いんです。別に池袋家とあんま関係ないんですけどね。で、ね、そう池袋駅はね、キャンセル待ちっていうのをしてくれるんで、これも確かそれで頼んどいたのかな。 あんまりよくわかりませんが、この時は臨時のあけぼのになってましてね、そう結構ね、時間が遅くなったんですよ。だから鶴岡6時21分だったんで、うちのチャンネルでもね、前にご紹介しておきました羽黒山の五重の塔を見に行きました。ちなみにここから3週間ぐらい家には帰らなかったんですけどね。そうそんなことがありましたね。次は、なんだ、これは、3月の1日、これは、あけぼのゴロントというやつなんですが、発行場所をご覧ください。草津温泉駅、草津温泉バスターミナルにはね、実は JR バスなんですけど、あの辺り、吾妻線沿線で唯一のですね、まあ、渋川駅を除いて唯一の緑の窓口、実は草津温泉のバスターミナルにあるんですね。JR の駅にはないんですよ。で、そこで、廃止のね、まあ、直前に、秋田まであけぼので行こうということになりまして、で、切符を買いに行ったんですね。で、その時に、これで、そう、まあ私はね、もともと B 寝台の開放はとりあえず取ってたんだけど、ゴロンとシート開かないかなと思ってずっと探してたら、あ、出てきた、あ、そんな切符です。当日に取りました。で、草津温泉行った後高崎まで行って、で、あけぼのに乗って秋田まで行って、翌日は男鹿半島の方に行ったんですね。懐かしい思い出です。これは、秋田、大館、在来線特急の代わりにね、あけぼののゴロントシートを使ったんですね。あけぼのっていうのは昼寝利用というのもあって、立ち席特急券でも利用ができたんですが、この時は8月で繁忙期だったんで、もしかしたら混んでるかもしれないなと思って、秋田から先はね、ゴロントシートは結構空いてたから、だからまあ一応、ゴロントの指定取っといたんですね。でも、立ち席もガラガラだったようだから、それだったらまあ、立ち席特急券で行ってもよかったかなと思ったんですけど、寝台で寝られるっていうところがね、このゴロントのメリットなんで、秋田から大館まで、まあ、約1時間50分の間ですが、ゴロントシートにゴロリーンとこう寝てね、行きました。これもあけぼのゴロントですね。これは、
当日かなんかに撮ったのかな、大宮発上野行きのあけぼのゴロンと換算機なんで810円ですね。朝学校に行く前に早起きして、すごい早起きして大宮まで行って、あけぼのに乗ってから上野行ったんですね。810円で、遊ぶことができたなんていうこともありました。まあ、あとはね、あけぼのゴロンといっぱいあるんですね。あとはまあ、レディースゴロンとの切符もあるんですけど、別に私が勝手に乗ったわけではないです。で、それからあとは、これなんだろう、上野坂田、あけぼのゴロンと、そんなのもですね、そう、坂田まで行ったのか結構あるんですね。これ車掌さんがね、間違えて私が違う列車に乗った時にね、これ出しちゃってね、坂田までですね、とか普通に車掌さんに検察をされてね、ハンコが2つ押されてるということがありました。まあそれはいいや。で、次。まあいいや。あとはあけぼののゴロンとの切符が大量にあるだけに、ちょっとこれやってですね。今度ここにあるのは、これ、あけぼの81号というやつですね。上野発弘前行き5番3系で運転された最後の特急寝台電車、寝台特急でしたね。この時はまだ増税前なんで、懐かしいですね。これ、特急料金3150円、寝台料金6300円。まあもともと寝台料金6000円、特急料金3000円だったんだと思いますけど、まあ 5% 時代ですから、このようになっております。上野発弘前が終点だったんですね。で、下段のね、寝台を取るの結構大変だったんですけど、そう、12月28日、これ発車前日に取った、そんな切符です。他にもあるんだけど、そう。私の方はね、これはね、ここに、もう一個、まあ、もう一枚ある。これ二人で乗ったんで、私は冗談で行ったんですけど、ね、まあ、下段も私が取ったやつなんですけどね。ここにこう、米と入ってます。これ、シャープなんですが、アスタリスクか。アスタリスク、これはね、プッシュ本予約とか、JR サイバーステーションという、まあ、ウェブサイトから取った人だけが、ここにこういうね、マークをついた切符を、まあ、持ってるということなんですけど、この時はこう、電話をしてね、特殊な取り方で取りましたんで、プッシュ本のマークが、ここにね、ついております。そう、寝台料金ね、多分もう今あんまりね、この動画の視聴者のね、結構熱い層の、まあ、小中高生ぐらいで知らない人も多いと思うんですけど、B 寝台料金って基本6300円なんですけどね、これがね、3段ベッドになると5250円なんですね、電車3段寝台がね、で、常駐については5250円ということになるわけです。で、あとはなんだっけ、そう、まあいいや、とりあえずこれはそんぐらいにしておきましょう。これは、大阪、青森か、日本海に乗った時のやつですね。この時もすでに臨時化されておりましたので、大阪が8時42分38分か、結構遅いんですね。で、ワクワクドリーム号の筋で行くんで、青森に到着するのがね、もう昼過ぎて、すごい遅いダイヤだったんですが、結構楽しかったですね。上越本線とかね、大本線をゆっくりと行って、これはなかなかいい思い出でした。まあ、大阪周辺とかちょっとバタバタしちゃってね、なんか大阪発ブルートレイン、北陸特急とかにね、乗った記憶があんまりないのが、ちょっと残念なんですけど、でも、まあ、これはね、楽しかったな。中学3年の時にね、父に頼んで、乗せてもらった日本海です。懐かしい思い出だな。これは乗りに行ってよかったですね。日本海楽しかったな。次、これは8月11日、北斗星号。そう。まあ、この日はね、多分当日函館で撮ったんですよね。そうなんですよ。結構ね、これは25年だから2013年ですけど、廃止の2年前の夏ですね。この日は本当は曙で帰るはずだったんだけど、確か仙北市のあたりで秋田のね、大雨が降ってしまって、あけぼの運転できないということになったので、じゃあ代案でということで、廃止の発表がなされた、青函トンネルの、なんだっけ、あれ、タッピ海底に行ったんですよ。で、それを見ながらね、北海道を渡って、じゃあ帰り北斗星で帰ろうという、多分手元にあるんじゃないかな。あったあった、これか。タッピ海底駅見学整理券っていうのがあるんですけど、これをね、持って行って、そうすると、なんですか、まあ、2040円って書いてありますね。そうすると、タッピ海底、地下のね、今、タッピ停電と呼ばれて、駅はなくなってしまいましたが、そこで降りてね、こう中の見物できるんですけど、いや、結構楽しかったですね。あれ、EH500 とかがね、こう通過したりとかね、ホームから列車に乗れたっていうのも、こう一生ものの経験で、大変良かった思いです。で、函館行った後、じゃあ北斗星で帰るかと。別にね、最後の方って寝台券は従事しないと取れなかったでしょ。でも、別に最後の1年、2年ぐらいはね、当日にこんな夏休みの繁忙期でもね、下段が普通に合わせてね、買って乗れたんですよ。で、シャワーカードね、今サンライズとか乗ってる人って乗ってすぐ買うじゃないですか。別にそんなことはなくて、シャワーカードだってね、乗ってから、じゃあちょっと食堂車行って、すいません、寝る前にシャワーカードこれ、じゃあ明日の朝の分でいいんでくださいとか買ってきて、それでね、あとはパブタイムだって別にあれでしたよ。普通に青函トンネル入ったから、じゃあそろそろパブタイム行くかって言って、よし、じゃあビーフシチューとか、まあ、そんな感じでね、頃のね、寝台は良かったです。なんか最後の殺伐とした雰囲気は嫌でしたね。やっぱりね、当日に切符を買う、まあやっぱり切符ってのは基本当日に買うものですから、当日切符を買って、買いたくなった時にシャワーカードを買いに行って、食べたくなったらパブタイムに、これ素晴らしい。こんなね、いい時はなかったなと思います。ちなみに、でも下段はさすがに当日で空いてなかったんで、私はあれだな、なんだ、喫
然にしたんですね。そうそうそう、北斗線はね、私11号車の B 寝台に一番乗ることが多かったように思います。この時は、これは6月の5日、上野からか。そう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 。函館から郡山。そうですね。この時はね、北斗星でまた、あれか、亡くなる最後の臨時北斗星で、ラストラン以外にちょっと乗りたいなと思ってね、函館発郡山行きの切符を用意して乗ったんですね。まあ、この日はね、確か、結局、差額を払ってなんか、おしゃまんべいから乗った記憶があるんですけど、まあ、それはいいや。とにかくね、そう、ニセコを見物に行って、それで、最後、朝、郡山で降りて、新幹線で、それで急いでね、学校の方に向かったなんてことがありました。でも結局、学校には遅刻したような気がします。別に遅刻したって大したことないけどね。で、これはその行きの時に買ったやつで、森までの切符で買ったんだけど、生産でおしゃまんべで降りたやつでしたね。これも結構ね、良かったんですよ。1号車8番の上段、そう、上段で行って、なんかね、もう明るいうちから寝てましたね。なんでそんなことしてたのかわかんないけどね。北斗星最後だけはロビーカーが復活してたので、ぜひこれに乗って楽しみたいということで、上の6月4日の出発のその切符でね、行ったような気がします。というか、まあそう書いてあります。これは何だろうな、8月5日上野駅で購入した浜那須号の B 寝台、このね、8月5日の時はね、ねぶた祭り、それであったんですよ。で、ねぶた祭り終わってそのまま急行浜那須になって私札幌行ったんですけど、この日はね、まあやっぱ浜那須の寝台混んでるんですよね。で、すごい国鉄みたいな、まあ国鉄知らないですけど、そういう雰囲気の車内でね、なんだっけ、なんかおじさんが私の冗談で、向かい側がお姉さんで、多分付き合ってるか旦那さんと思われる人がその冗談みたいな感じでね、それでね、4人で行ってね、なんか夜中、じゃあちょっと荷物あげるの手伝いますよとかね、こうみんなでやったりとかね、こうなんかお土産お菓子あるんですけどよかったらどうですかとかね、ちょっとみんなで下段に座って少しだけ青函トンネルに入るところまで少しだけね、こうちょっと会話してから行ったような気がします。あれはなんかまさに昭和の旅っていう感じでしたね。こんなに、寝台でもね、雰囲気が違うと、北斗星とこの再繁忙期の全然鉄道とか鉄道を楽しもうという気分が全くない人たちが乗っている夜行列車、ね、わかります。北斗星って結構北斗星に乗りたくて乗る人が多いじゃないですか。この時の浜那須はそうじゃなくて、単純に札幌へ帰るその手段として利用する人たちがこの B 寝台の乗客の大半だったんで、すごくいい雰囲気でしたね。これ最高でした。これは、4月5日当日に買ったやつが札幌発青森行きの浜那須号の B 寝台券ですが、これはねちょっと嫌な思い出だったんですね。JR 北海道のスーパー白鳥がね、あそこで青函トンネルで出荷事故を起こしたんですよ。2015年の4月の確か4月の2日だったと思うんですよね。1日だったかな。それでね、私が乗ろうと思った北斗星の上りに乗る予定だったのが4月5日の北斗星運休しましてね、残念、これ唯一なんですよ。北斗星が確か運休臨時になって運休したな。で、残念ながら乗ることができない。じゃあしょうがない、浜那須で帰るかと思って、だからさっきご紹介した6月にね、わざわざおしゃまんべとか、郡山で降りてから新幹線で上野帰るとか、そんなめちゃくちゃなことまでやって、上野じゃないか、あの時は新幹線は、東京まで行ったのかな。で、東京からみたいな感じでしたけど、そんなことまであってね、いろいろ本当に大変だったものです。あった、これはね、もう喋っても大丈夫でしょう。8月8日浜那須カーペット、これは青森発札幌行きのものか。これね、前日に札幌駅のね、なんか夕方ぐらいに買ったんですけど、なんか前日の夕方になると浜那須カーペットの4号車17番の下段がね、なんか開くんですよね。なんで多分、なんかの調整用の席とかね、あるらしいんですけど、そういうのが。で、夕方になると帰るんで、まあじゃあ夕方になったから行ってみるかと、案の定開いてたんで、それでゲットした浜那須カーペットの切符です。他にも何枚か持ってるはずなんだけど、これ1枚だけかな。まあ多分探せばあるでしょうね。全然最長往復切符とは関係ないあれが続いてますけど、あとはこれはなんだ、札幌函館、ちょっとね見てもなんだかわからないものが多いんですけど、これはね、そうそうそう、2枚に切符が分かれているやつです。青森から札幌から青森まで急行浜那須に乗ったんですね。で、なんですけれども、ドリームカー、私ね、この時ね、北海道で放浪の旅みたいなのをやってまして、さっきあけぼの降りた後、3週間ぐらい家に帰らなかったって言ったでしょ。その後、東日本&北海道パスを使ってずっと旅行してまして、浜那須号が別荘になってましたんで、ずっとそれで旅行してたんですけど、で、その時に、まあ、当日やっぱり切符を買うんですよね、窓口って。で、大体ドリームカーが空いてるから、ドリームカーってのはね、国鉄仕様のグリーン車でめちゃくちゃ乗り心地がいいから、まあそれベッドみたいに使ってるんですよ。だからそれでもう5、6泊ぐらいは連泊できたんですけど、その時に、札幌発青森行きの浜那須号のドリームカーが空いてなかった、ですけど、函館から青森で買ってた人がいたみたいで、札幌函館間は空いてたんですよ。
で、あ、じゃあそうかと思って、じゃあ青森まで急行料金、あの指定料金ちゃんと払うんで、札幌函館間、あ、ここについて、なんだ、あ、ここの分の指定席だけ発行してくださいって言って、だから私函館で起きてね、確か自由席に移った記憶ありますね。そう、そういうことをやってね、まあそれなんか最初から自由席のボックスのところでね、こうビャーッと寝てればよかったんじゃないなと思うんですけど、まあそう、それで行って、函館に着いたらね、ちょうど、乗ってきた人がいたから、あ、じゃあどうぞどうぞみたいなやってね、そうやったのを覚えてます。深夜3時のことでしたね、函館。もうあの函館駅もあれもね、いい思い出だったんですけど、もう二度とないでしょうね、あの深夜のね函館駅で降りてね、機関車とかあのエンジンがうーっとこううなってるのを聞きながらね、あの長い方も延々と歩くってあれ最高でしたね、やっぱね。うん、あのもうなんかあの時に鉄道マニアをね、あの1年間やられてたんだったら、もう今後鉄道とは一切触れ合わなくてもいいわってぐらいにいい時代でしたね。あ、そうか、これあれだな、そっから先もなんか浜那須の指定券を発行してもらったみたいですね。8月7日に、青森札幌発函館行きの浜那須号ね、これで、函館からは、今度ね、こっちに入るんです。30分間泊まって青森まで行くんですけど、この2枚の切符を組み合わせて、別に組み合わせても料金が変わらないような作り方をしてもらいましたんで、だから函館から青森まではドリームカーではない、ただの、なんか普通の座席に座っていったみたいですね。まあいいでしょう。これは函館1時23分発東室蘭4時15分着3月13日発の浜那須号の、これ切符です。これ何かっていうと、確かこれはね、函館から東室蘭までだから3時間も乗ってないんですけど、そうそうそう、この日はねトワイライトのラストランだったんですよね。でそれで東室蘭まで行って、それでまあそこからじゃあ何とかするべみたいな感じで、最後のトワイライトを五稜郭で撮った後、湯の川温泉に入ってから、函館で、なんかの、長谷川ストアのコンビニのおじさんと喋ってて、で、夜の1時の浜那須に乗って室蘭に行ったんですよ。で、東屋に戻ると、トワイライトが見られる、もしくは、東室蘭、日本一早くて朝の4時半から、窓口開いてるんで、で、東室蘭の窓口、あわよくはトワイライトの買っちゃおうと思ってね、で、それで、行った、なんていうことがありました。で、これは青森から札幌の浜那須を、もうこんなの、いや、青森、札幌のね、浜那須の急行券なんて、もう捨てるほどありますんで、これは、あ、そう、これ悔しい思いをしたんですね。函館から苫小牧の自由席の急行券なんですけど、これはね、浜那須が1時間58分だか遅れたんですよ。あと2分遅れてくれ、急行券返してくれない。うわ、なんで遅れて、遅れてくれ、遅れてくれ、遅れてくれませんでした。残念なことです。でもね、遅れてくれなかったんですけど、その代わりにね、なんか本来接続しない、接続する列車に接続しなくなったんで、なんか相談したらね、特急に、私をタダで、乗せてくれましたよ。確か南千歳から新夕張までね、東日本北海道パスで、スーパートカチに乗せてもらった記憶があります。まあ他には青森函館の急行券、急行券なんだこれ、なんかこんな登別で3月18日に買った青森函館の急行券な、もう全然何に使ったのかもわからない急行券とかもね、たくさんあるんですね。ちゃんと使ったのか、なんか検察のハンコとかが押されてないと乗ったのか乗ってないのかよくわかんない。まあでも急行浜那須の話はこれぐらいでしょ。何分ぐらい喋ったのかな、もうすでに17分も喋ってるようですが、まあいいや、30分ぐらいずっと続けましょうか。今度私の手元にありますのは、大阪金沢間のトワイライトエクスプレスの B 寝台券かな。この日はね、結構ガラガラ空いてたんですね。夏休みでしたけど、B 寝台は空いてました。で、金沢までサンタで行こうと思ったんだけど、いいや、トワで行って、それで、ランチ、私ね、食堂車でお昼ご飯食べたことなかったから、あ、それで、なんか美味しいもの食べよう、ビーフシチューを食べたんですね。やっぱ美味しい、あのね、東日本のビーフシチューはダメです。トワイライトのはめちゃくちゃ美味しかった。あれ最高でした。次。見る価値があるのはここら辺からかな。3月16日発、新潟発、大阪行き、急行北国の、ラストランの B 寝台券ですね。この時はね、下段も空いてたんですけど、私中段にしたんですね。12号車6番中段って書いてあるんですけど、つまり中段、3段寝台ってことは、まあこの時代北国って書いてあるから 5% だってわかるじゃないですか。ラストランはね、増結をされて12両編成だったんですよ。5% の12両がね、まだ平成24年ですから、2012年の3月17日に引退したのかな。そこまでね、5% が12連で走るのすごいと思うんですよね。その、ね、記念として、この切符、こういう12号車の中段を指定してね、購入しております。いや、とてもいい車掌さんでね、大阪車掌区の浜中さんっていう、山中さんか、大変有名な人がね、車掌、まさに DJ でね、いろいろとなんか放送してくれたのを覚えてます。もうよし、今日は徹夜して、さすがにラストランだから徹夜して起きて見てるかと思ったんですけどね、車掌さんがね、皆様本日はラストランということで興奮冷めやらないかと思いますが、一度は浴衣に袖を通していただいて、北国号の寝台
に横になられて一度は北国の旅をごゆっくりお楽しみくださいみたいなことですね。あ、そうかと思ってね、私がね寝台特急で、やっぱり寝るべきだみたいなね、そういう考えを持つようになったのはこの時の経験が大きいかもしれないですね。次、これは8月22日、これ平成27年8月22日、札幌発上野行き最後のブルートレイン、特急北斗星の B 寝台券です。これはね、11号車の2番の下段だったんですけど、そうそう、これが本当にラストラン。私がブルートレインに乗車したのも、寝台車に乗ったのも、これが最後です。本当に最後。大変いい思い出でした。そのことについては後日動画を出そうと思いますので、また、これについてはですね、その動画をご視聴いただければというふうに思います。いや、 やっぱりね、この時は高校3年でいろいろ忙しかったんですけど、でもね、これは行ってよかったと思うんですよね。なんかね、私のね、今後の人生がね、めちゃくちゃになったかもしれないしね、まあ、結構忙しい時期で、結構適当な感じでね、やった部分もあったんですけど、で、人生にもしかしたら悪影響が出てたかもしれないけど、まあでも、この列車に乗れたんだったら後悔しないかなってぐらい良かったですね。これはもう、うん、そうだな、良かったです。これはここにあるのは今度は、3月13日ですから、定期列車の最終日ですね。札幌発上野行き、これもまた北斗星の B 寝台券。で、私ね、この時ね、ソロがなんか2つあってね、デュエットもなんか2つぐらいあってね、なんか個室が、なんか、デュエットが4、6と B 寝台券、なんか8人分ぐらい北斗星のラストランの切符があったんですよ。で、なんかね、この時の北斗星の切符はトワイライトに押されて、なんか取りやすかったらしくてね、すごいいっぱいあったんですけど、でも私は最後のね、思い出で、やはりこれは B 寝台の11号車でなければならないと思って、私は北斗星の11号車、タバコの匂いがするね。私がタバコが大丈夫になった、それもまた北斗星の11号車に乗りまくったおかげなので、喫煙11号車ね。だから、やっぱ思い出の11号車じゃないとダメだよなと思って、最後はそのね、B 寝台解放になったんですけど、なんと、定期列車のラストランも臨時列車のラストランも両方とも11号車2番の下段と同じ寝台に寝ることができましたんで、いや、これ、いい思い出だなとね、私は思います。よし、ここに置いとこう。これは3月20日急行浜那須の最終列車の、これもあれか、もうなんかそんなやつばっかですね。浜那須がなくなるときにドリームカーでね、これはね、私は別 の座席のドリームカーを持ってたんですけど、ドリームカーじゃない普通車指定席の指定しか持ってなかったんですけど、なんかね、伊達門別でね、私の知り合いの方がね、これ買ってくれる人いませんかとかなんか探してて、あ、いいんですかとか言って、それで買ったんですよね。これは、正真正銘、青森発札幌行きの最後の急行浜松。これもね、して、寝台取ろうと思ったんですけど、取れなかったんですよね。もう、ね、取ろうと思えば取れたはずなんだけど、結構手を回したんですけどね、やっぱ、大学の受験と重なって、ラストランの切符の準備があんまり万全にできてなかったので、うん、まあでも、別に乗れたんだから良かったかなと思っておりますけどね。これは上野発青森行き、まあなんかラストランの切符がこの辺に溜まってるみたいですね。これは臨時列車の特急あけぼろの最後の運転がされた時の、まあその時に記念に乗った切符です。取った切符か。これはね、なんだっけな、もともとなんか満席で全然取れなかったんですけど、なんかツアーのキャンセルかなんかがあって大量に出てきたんで、それで再、何日か前にピックアップしてこう適当に取ったやつなんですね。多分この日がね、あけぼろ、なんか明らかにこの日がラストランだろうみたいな雰囲気があったんですよ。で、多分そうなんだろうなと思って乗りに行って、やっぱそうでした。この切符も大事に取っておかなければなりません。あけぼろもいっぱい乗りましたからね。これもあけぼろか。ここにあるのは、これはあれだ。私が北海道新幹線初めて乗ったり、もう青函トンネルをね、学生っていうか、なんですか、高校生の時に多分3、40回ぐらいくぐったと思うんですけど、やっぱまあ全部とは言わなきゃ、夜行列車でこうくぐることが多かったわけですね。急行浜那須とかもう乗りまくりましたからね。だからその時の、思い出の青函トンネルですが、もうこの2016年の3月の21日かな、その日の運転をもってもう青函トンネルを通る列車ではなくなってしまいまして、で、やっぱね、そこから北海道新幹線ができるってことはもうなんか夜行列車の本当に完全な終焉のその象徴なわけじゃないですか。もう走ることは多分無理だろうみたいな。で、その最後の青函トンネルがもうね、閉ざされてしまうその瞬間みたいなものを見届けようと思って、最初の列車に乗ったんですね。新函館北斗発東京行きの、特急はやぶさ15、このね、窓側の席をちゃんと予約して取っておきました。この時もね、車掌さんすごい嬉しそうに車内放送されてましてね、この時の車掌さんとの最長不切符の時にも会ってお話ししましたけれど、やっぱりね、結構いい感じで迎えていただけて、嬉しかったですが、でもやっぱりあれですね、なんか青函トンネルを抜ける時とかちょっとなんか悲しいような気がしたのを覚えております。
まあ、あとは手元にあるのはサンライズの伸び伸びのキックが大量にあるんですが、これも全部伸び伸び。本当はサンライズの伸び伸びって、ね、いつも混んでるから伸び伸びじゃなくて寝台に乗らなきゃいけないなとは思ってはいるんですけど、まあでも高校生とかお金ないからしょうがないじゃないですか。でその時に乗った伸び伸びのキックがとりあえず4枚出てきました。まあもっと多分あると思うんですけど、これはあれか、ハマナスが亡くなる前のあの4波合計の最終列車白鳥に友達と乗った時の切符ですね。この時もね結構、最後だということで青函トンネルガーッとこうねスピードを出して走ってった白鳥、あーよかったですね。4波合計が最後まで一生懸命走ってる路線でしたからね、なかなか楽しかったです。この時は8両編成だったんですけど、確か模範車が良かったんで8号車ではなくて6号車で撮ったんですね。そのねやっぱ8両に増結されてからその最後の証ということで8号車撮ろうかなと思ったんですけどやめました。これなんだろう、あ、新千歳空港発旭川行き、これね、なかなかあの単純にネタになるんですけど、昔ってそんな前じゃないです、スーパーカムイエアポートありましたんでね、新千歳から旭川までそのまま直通するやつがあって、それに友達と乗ったんですよ。で、その時に、やっぱね、記念に指定券はじゃあ取っておこうということになって、これ28年の3月16日ですから、配信だったのが3月26日なんで、配信10日前のやつですね。エアポートに特急型車両を入れると、あまりにもドアが少なすぎて乗り降りに時間かかって遅延の元になるからということでやめたらしいです。ここにあるのは、SL 函館大沼号の切符。函館大沼号はね、あ、この時は25年だからまだあれか。2回乗ったんですよ。あ、あったあったあった。こっちは森から大沼公園の切符ですけど、これが本当の最終列車の切符なんですね。確か北海道で SL の運転をやめてしまうということになって、C11207 っていうのがね走ってたんですけど、まあ、ここにこうちょっと書いてあるんですが、それだったんですよ。その時の権益感謝が今 SL 体重で東部で走ってるんでしょ。で北海道がなんかこの時にやっぱりもうお金とかなくて事故とかばっか起こしてるから、こういう花形イベント列車っていうのはやめなさいみたいな国交省からいろいろ言われている時だったので、まあやっぱりやめてしまったんですよね。でちょっとやっぱり北海道は寂しくなってね、残念なことになるなと。でまあしょうがないんですけれど、そうは言ってもまたこれでその最後の終わりの瞬間だから、まあちょうど北海道にその時行ったんでね、見届けようと思って、こう切符買って乗りました。まあ結構ね空席がたくさんあったんでね、これ当日森で買ったやつですけどたくさん乗りました。まあ、ちなみに大沼で降りる予定だったんですけど雨で天気が悪かったんで、これは函館まで最後まで乗っております。特別ラストランの放送とかはなかったように思いますね。これは釧路湿原のロッコか、あ、そうそうそう、まあ別にこんなもんは別にいいやな。あとはでもそう、北海道の列車ってね、今でも全部がなくなったわけじゃなくて少しはあるんですよ。これ SL 冬の出現号というやつですが、 SL 列車では唯一冬にごくわずか C11 の171って言ってかな、それでね SL 冬の出現号というのが走っております。1回だけ乗ってね、鶴が迎えに来てくれて結構楽しかったですよ。釧路から標茶まで1時間と10分ぐらい乗ったようです。でね、これ発行場所がね、JR 北海道プラザ東京って書いてあるんですけど、JR 北海道プラザっていうのがね、今の東京駅の丸の内地下中央の指定席券売機の正面ぐらいのところにあったんですよ。で、それでね、やっぱりこれはあれでしたね、その JR 北海道プラザもこの時の北斗星トワイライトの定期列車の引退とほとんどタイミング同じぐらいでもうなくなろうとしておりましたので、だからね、私がそう、この時はこれで、なんだっけ、ここで記念にここで買おうと思って買ったのを覚えてます。で、あとはこれもう紹介が多すぎてね、疲れてきたんですけど、おしゃまんべいから大沼公園までの切符、別に大したことはないんですが、このようにハンコが押されまくってる。これなんでかっていうと、車掌さんがね、私のことを見るにつけてね、あ、もしかしてお好きな方ですかみたいなこう言ってくださったんですね。あ、そうなんですよ、ってね、そしたら、ね、これ自分で押してみますって、あ、じゃあいいですかこれでこう、お、すごいですね、これ、ちょっといっぱい押してもいいですか、あ、いいですよ、あ、パン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 、あ、いっぱい押された、なかなかね、こう楽しい思い出だったので、切符を残してあります。まあ、いいか、こう、もう説明がめんどくさい、新青森タピ書いて、配信になった津軽今別青森、最後の日に買っておいた江差しから上の国江差し線の切符、亡くなる時の旧白滝下白滝、大沼公園から小島王のこれ記念で買った切符たちね、初めて乗った特急オホーツク1号札幌網走、グリーンを買いました。贅沢だったなと思います。札幌富良野間クララベンエクスプレスクリスタルエクスプレスでしたが、この時は結局自由席に個室がついてましたので、私は一人で自由席個室を使いました。グリーン個室だったのが格下げされて自由席個室になっていたことがあったんです。この個室は指定席として使われることが多かったんですが、なぜかこの時は自由席として運転をされておりました。この辺にあるのは最長往復切符で使った切符が、まあ、たくさんあるわけです。で、今相当紹介したんですけど、まあ飛ばし気味でこんだけで、まだですね、
切符は残念なことにこれぐらいありますので、ちょっと疲れてしまいますから、まあ、こんぐらいにさせていただこうかと思います。もうちょっと、でも長い切符があるからね、これもお見せした方がいいかな。せっかくなんで。まあ、まず、せっかくだからこっちをね、今となってみるとあれなんですけど、当時はね、すごい大事にしていた切符です。これね、私が初めて使った視察補助券、高校の時でしたね。九州の亀川から北海道の知床斜里までの切符で、有効期間は18日です。短ーってなんで、まあね、でも、経由がね、ここに書いてある。ちょっと薄くなっちゃってますけどね、ここにこんな風に、まあ、一応、名前隠しておきますか。まあね、こんな風に経由がこう業務連絡書にね、こうつらつらつらと。この時の経由ですが、亀川、日本本線、隼人、肥薩線、八代、鹿児島本線、久留米、九州新幹線、新鳥栖、長崎本線、鳥栖、鹿児島本線、門司、山陽本線、新山口、山口線、益田、この辺りね、大雨で普通にありましたんで乗れてませんけどね。山陽本線、福知山、福知山線、尼崎、東海道本線、山品、湖西線、大見市屋、北陸本線、直江津、信越本線、新津、羽越本線、秋田、奥羽本線、青森、津軽線、中郡、海峡線、木古内、江差線、五稜郭、函館線、長万部、室蘭線、沼の端、千歳線、白石、函館線、旭川、宗谷線、新旭川、石岡線、網走、専門本線、知床、シャリと、こんな風に、ね、なった長い切符、ちょっと消えちゃってるからな、どうやって保存しようかなと、今考えているところです。これは青函回数券、青函トンネルをバンバンとくぐる人にとっては大変お得でね、なんか 3、4割くらいの割引になった、お得な切符でした。青函回数券です。これは上野発札幌行きカシオペアデラックスと書いてあるやつなんですね。カシオペアデラックス、これはね、3月31日出発の分なんですけど、もう今だから言いますがね、3月1日の発売の切符ってね、すごいチャンス取りやすいんですよ。3月1日に発売になる切符が、全部で、2月の28日まで、だから、3月の29、30、31、4月1日を一度に4日分の指定券が発売になるわけなんです。この時だったら絶対取れると思う。なぜ私はカシオペアスイートを取らなかったのか、今考えても理解ができないんですが、1室しかないカシオペアデラックスを狙って取って取れました。で、これが、JR 北海道プラザ東京でね、こうまた受け取ったやつなんですけどね。これは8月16日のカシオペアか、まあ、別に、大したことないなという感じですけど、カシオペアツインです。これは8月8日札幌仙台で利用した特急北斗星のツインデラックスでございます。これは直江津から乗ったやつか、トワイライトもロイヤルね、そういうのまあいっぱいあるんですよ。サンライズのシングルデラックスが、まあ、別にわざわざ見せなくてもいいか、ここにまあいっぱいあるのがあるんですけど、あとは、秋田上野で、これは当日かなんかに撮ったのかな、秋葉原のソロの、まあ、終わるぐらいの時とか、まあこれは1ヶ月前に準備したやつですね。上野から秋田までのあけぼののあれだ、もうなくなるからということで、準備した特急あけぼののソロの個室寝台券、さっきのタピ回転の見学の整理券なんていうのもあります。これからね、まああとこれちょっと面白いんですけど、東京都内発小島行き、これがね、なんだっけ、これはあれだ、乗車券なんですけどね、なんかあまりにも長い乗車券だとこういう風になることがあるんですね。あ、でもあれか、四国最長往復切符もこんな感じでしたもんね。そんな別に面白くないかもしれません。疲れちゃったけど、これが最後かな。これあれだ、あと最後の特急あけぼろの青森発上野のシングルデラックスのやつですね。結構取るの大変だったんですけど、まあ、オークションとか使ってないですからね、そういうのはね。これで取った切符です。この時の旅のね、本当に一生ものの思い出になりましたが、まあ、YouTube に動画が公開すでにされておりますので、ぜひよろしければ見ていただきたいと思います。まあ、こんだけ自慢をね、ひたすらし続けたわけですけど、まだ自慢する余地はこれだけ残っておりますので、ちょっとどうするかなといったところです。まあ、ただの自由席特急券とかはね、保存していてもしょうがないといえばしょうがないんですけど、まあね、いつ何時それが懐かしくなるか分かりませんから、最近はね、割と取っておくようにしてます。もう昔は全然そういうね、新幹線の切符が取ってなかったから、まあ枚数で言うと、そんなに多分もっと持ってるって人はいっぱいいると思うんですけどね。まあでも、なかなかね、どれも貴重な切符に、まあ今後はなってくれればなと思っております。まあ貴重な切符っていうか、これがもう発見できないとかいう状態になるのはあんまり、嬉しいことではないから、まあそれはそれなんですけどね。それでは、ご視聴ありがとうございました。